はい、こんにちは、ちちゃです。残すところあとジムバッジ2つとスター団が2拠点になりました。なので先にジムバッジから集めていこうかなと思います。ちょっと気になってることがありまして、前回のジム戦の時にネモちゃんが来なかったんですよね。今までどのジム戦でもネモちゃんが乱入してきてたんですけど、もういなかったんで気になってます。あ、着いた。いやよし、着きました。おそらく正規な入り方じゃないけど、なんとか到達しましたよ。そしてジム発見。ネモちゃん、聞いたよ、ジムバッジ6つおめでとう。そこまでバッジ集められるの挑戦者の1割もいないんだよ。そうなんだ、そんなに難しいんだ。さすが私が見込んだポケモントレーナーだ。ありがとう。ううん、お礼言わなきゃなのは私の方。そうだ、ジムに挑む前にウォーミングアップはどうかな。いつものあれやっときますか。やりますか。んじゃかっぱーん、ここで戦うよ。バトルコートはこんな感じか。ふむふむ、要チェックだね。ポケモンの足の踏ん張りとかにちょっぴり影響あるかもよ。強引に連れてきちゃったけど、ジム前の準備運動ってことで。ちゃちゃちゃん、実りある勝負をしよう。実りある勝負をしましょう。向上心の塊だね、ニムちゃんは。対戦よろしくお願いします。出た。6つのバッジ、その実力見せてもらいましょうかね。いやー、その時やめて。おいしょー。いやー、にしてもネモちゃんでレベル43ってことは、ここのジムリーダーめっちゃレベル高いかもしれないですよね。岩なだれ。さあ、エナジーボール行きましょうか。ほい。オッケー。痛いのもらっちゃったな。お返しさせてもらうね。フェアリータイプ持ってないのがね、微妙なんですよね。龍の波動。おいしょ。オッケー。いやー、ヌメール耐久高いな。ほっ。かわいい。バーモットかわいい。マークショット。いやー、レンジ派ほんま、レンジ派ほんまよ。頼む、動いて。いやー、これでこれで効果が抜群か。アイコキニシスの技マシンもらったから使っとかないとな。すっかり忘れてました。いや、すごい効くね。でもおそらくこれで落とせる。オッケー、やりました。ギリギリの攻防ゾクゾクする。最後までわかんないよ。これで最後のポケモンでしたっけ。あ、最後のポケモンだ。ほい。テラスタル。いや、ほんとこのテラスタルかわいいよな。グッズ化してほしい。全部買っちゃうよ。ここから楽しいの、光ってテラスタルオーブ。でーん。トリックフラワー。
しゃナイス急所。何が起きるかわからない、だから勝負は面白いの。討伐完了。やっぱり君こそが認められちゃったかしら。この勝負私の負け。すっごく強くなってる。うん、いいね。もうそろそろだね。実って積まれちゃうのかな私。ちゃちゃもポケモンも体温まって準備万端だ。勝負の礼にこれどうぞ。アマンタンの薬3つ、ありがとう。チャンピオンランクまでもう少し、残り2つ頑張って。受付まで送ってくね。当ジムリーダーグルーシャと勝負するにはジムテストをクリアする必要があります。ナッペヤワジムのジムテストは雪山滑りです。さあ行くぞ。これは避ければいいのかな。おらー、避けてミス、ミス、こんなく入らなきゃいけないんだ。逆逆ね、オッケー。はい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 、結構難しいかも。おいしょ、急に急な感じだけど、ほい、全然速くないね、スピードは。うぅ、はい、いけました。ジムテスト合格。一個失敗しちゃったけど。ああ、かわいい。ほい、これがグルーシャ？ポケモンだよね。あ、いた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 。そんなとこにいたのか。うん、寒い。挑戦者の人？マフラーめちゃめちゃかわいい。僕はグルーシャ、元プロのスノーボーダー。僕っ子かな。今はジムのリーダーやってる。あんたの滑りは、うん、クールだった。でもあまり気を良くしないで。雪山は危険だ。簡単に人生のコースを狂わせる。ポケモン勝負も同じ。いつだって慣れ始めが一番恐ろしい。こんな日に僕に挑むなんてやめた方がいいのに。本当に僕と戦う？戦う。寒い返事、残念だよ。僕も仕事だから悪く思わないで。雪のように冷たい現実を教えてあげるよ。ん？グルーシャ、お願いします。この子って男の子？追い風だ。ニトロチャージ、スペース上げてく。オッケー、いいぞ。上から叩けるかな。あ、まだダメ。今一つでこんなに、そんなグラコトフ。じゃあコメットパンチ。いや、今一つでこれはさすがの吹雪。うわー、コメパン当たんない。なんで？命中 90% か。いや、きつい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 。うわー、氷！いやー、早いよ。頼む、凍らないで。オッケー。当たったー。強ーい。強いよー。自信。いやー、それはずるい。あがむ。いやー、抜群よこれ。もういいとこ何もないんだけど。普通に強いのやばいよね。
波動弾。オッケー、よし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 、一撃で沈めた。このまま攻めれるかな。やめた、波動弾行こう。よっしゃー、オッケー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 、上から攻撃していくしかない。確かに言うだけのことはあるけど、踏み外せばすぐに奈落だよ。さあ出た、さあ頑張れか、テラストル波動弾。ジルサリス素早さ結構高めでしたっけ、70か80ぐらいかな。ジムリーダーって努力値振ってるのかしら。通常であれば上取れるはずなんですけど。勝負と雪山は似てるんだ、あっという間に姿を変える。神曲きた、ピンチだけどテンションがぶち上がります。かわいい、波動弾頼む、沈めてくれ。オッケー、強い。しかしここで神曲は終わってしまうのだ。僕の氷溶かされた。かわいい、男の子か女の子かがすごい気になる。どっちでもかわいいけどね。逆境をものともせず未来を切り開く熱意、昔の自分を思い出すよ。昔はそんな感じで熱い人だったんだ。いや、なんでもない、ジムバッジを渡さないと。え、合格の記念に一緒に写真を撮るって。うう、そういうの寒いから普通に嫌なんだけど、仕方ない、特別だ。イエーイ。ハートじゃん、かわいい。これ好きになっちゃうよ。ジムマッチ7個あればレベル55までのポケモンは捕まえやすいし言うこと聞くはず。そうだ、忘れないうちにこれも持ってて。何？アイススピナー、ありがとうございます。ん、なんか見つめ合ったまま止まったんだけど、見つめ合ったまま止まったんだけど、あ、大丈夫だ。びっくりした。僕との写真なんかより絶対使えるはずだよ。寒いの嫌じゃなかったらまたおいで。それじゃ、ありがとうございました。かわいい。ああいう着ぐるみイベントとかに着そうですよね。あ、来たー、チリちゃん。毎度チリちゃんやで。なんや、ジム巡り調子ええみたいやん。チリちゃんチリちゃん、ん、ああ君ら初対面か。このお姉ちゃんはチャチャチャ。どうもー、ゲーム実況者チャチャチャと申します。トップも認めてるぐらいポケモン強いんやで。あらあらあら、ポピーのポケモンもとても強いと思いますけど。おお、かわいい、ポピーちゃん。どっちが強いんやろな。ポピー四天王だから、ポピーの方がすごいのです。四天王なんだ、こんなかわいい四天王、お人形さんみたい。かわいい。この子ちっこいけど四天王なんやで。そうなんですの、育ちも良さそう。ポピーのポケモンお姉ちゃんに早く見せたいです。ポケモンリーグという最高峰の場所で今か今かと待っておりますので、すぐに行くね、ポピーちゃん。あ、ちょい待ち、ポピーのためにも頑張ったってな。わかりました。ほら、ポピーチリちゃん置いてくな。いやー、四天王かわいい子多いな。着いたー、ブリッジタウン。わあ、いた、ネモちゃん。どうも、実ってます。いよいよ最後のジムだってチリさんから聞いたよ。でも私全然心配してないんだ。トップもチャチャチャのこと気にしてたし、ジムリーダーとの勝負は2人で応援に行こっかな。
見る側にも実りある最高の勝負期待してるね。あー、ミミッキュだ、かわいい、かわいい。今作もミミッキュ捕まえれるんだ。どっかで捕まえたいな。このままジムリーダー戦になるんですかね。背筋がブルッチマンほどの一体感、メインを呼ぶ準備はパーペキ。それでは皆さんご一緒に、本日の主役、キャモンソウルフルビートライム。ライムさん、ライム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 、うおほほほ、黙りな、あんたたち。ジェラシー感じるノイジー、ナイスな加減にご機嫌かい。イエーイ、ご機嫌、ライム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 。かっこいいグランマだ。オープニングサンキューベイビー、あたいが来れば退屈させないよ。ジムテストお疲れ様、マジで最高だったよ。しばらくライムタイムだからジム受付に報告しておいでよ。めちゃめちゃイケグランマじゃん。私も盛り上がってまいりました。今日こそ任すぜ、ラップバトルで。ヨウトモ倒すぜ、イッツ仰向け。俺のラップ聞けよジムリーダー、俺はトップ店のバイトリーダー。ズンズンチャカチャカ、ズンズンチャッチャカ。ラップバトルなんか駅前でたまにやってる方見かけますね。バイトじゃリーダー、ライムズビギナー、敗者は帰りなさっときな。じゃないか、ライクサダイナマイツ。バックで学びなあんたにはラップで学びな何枚だ。ヘイ、ズンズンチャッチャ。乾杯惨敗両成敗、次こそリベンジ午後3時。待ちな、まだ乗ってきなよ。はっ、なんだい午後3時って。自由なバイブス決めやがってさ。うん、諦め早めで悲しいね。骨ある相手はいないかね、めーん。だまだま、私でいかがでしょうか。お次の相手は前座のあんた、ジムバトルラップバトルどっちだい。もちろんジムバトルでございます。ラップなわけない、違いないってね。ん、あたいの話し方が不思議に聞こえるって。こいつはラップ、音の響きが同じ言葉を繰り返し紡ぐ魂の歌さ。やみらみ旅立ちたちまち雷、そんな毎日大体ありがちってな感じさ。伝わったかい。伝わりましたよ。ま、あんたはポケモントレーナー、高ぶるハートは勝負で出しな。あたいも本気はラッパーだけど、ゴーストポケモン使わせたら右に出る者はちょっといないよ。おー、言うねー。あたいはライム AKA ソウルフルビーター、カタリナバイブス冷静め、勝負するフィールド対戦よろしくお願いしまーす。ライム超かっこいい、好き。しかもダブルバトルだ。ダブルバトルはライムズスタイル、変わり変わりでワンダフル。これはいいね。じゃあ神クラックで、神クラックミミッキュで、で赤メトルムでまず化けの皮剥がすでしょ。赤メトルムの方が素早さが高いから、これで化けの皮を剥がしてその後に噛みつくみたいな感じでいこう。ライムも学生さんもアギアギな勝負期待してるぜ。影打ち先行攻撃だね、ゴーストの。よくレート戦で見るよ。オッケー、米パーン、化けの顔を剥がす、その後にどっちが早い、グアマガラ、オッケー。おい、ミミッキュ落ちる、ここへ喜んできたー。全体技はずるい、これ氷状態にならないで、お願いよ。いやー、スライスを下げられたのきつい。タカドック効果抜群、超タイトだぜ。ライムライムライム。じゃあジュベッタにしてタカドックに米パン行こう。下げ打ち、コメットパンチ当たらない。いやー、フェアリータイプの技使ってきた。おいしょ、オッケー、スマッシュ高押して弱点ディグル、スワックじゃん。
セットリストはいよいよラスト、ハウティクヨークラップヨーガンス。ストリンダーがゴーストタイプになるのかな。かわいい。あたいの歌は師匠もよみがえらせる。 DJ ぼっちもご機嫌だね。出たー、白目白目きたー。わー、髪がきたよー。当たんない、コメントパンチ2回連続当たんないんだが。いや、ハイパーボーイしんどいよ。あー、ダメだ、やられた。これはまずい。ゴーストテラスタル最高、レンマジ輝いてるよ。いや今ね、こっちがテラスタル使ってもそれに見合う技を使わないからな。いやー、応援されてる。きつー、きつい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 、めっちゃ応援されてる。いや、これはきついんじゃない、大丈夫かな。まずハカドックから何とかしても倒さないとね。シャドウクロー、米パン頼むよ、当たってくれ。はい、オーケー、抜群だけど。いやー、オーケーおー、赤トック巻き込まれてるかわいそう。米パン、おっしゃー、行きました。よし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 、ライブのポケモン撃破、うひょー、興奮してきたよ。これでこっちも上がるんですかね、応援されて。上がってる上がってる。素早さまでは上がんないんだ。テラスタルで倒したら素早さまで上がるんだね、多分。コメットパンチ決めまくるしかない。はい、オッケー、半分、これはいける。出た、オーデン、うわー、これまずいんじゃない。またもう一回応援入るとさ、攻撃2段階上がって、スベさんも2段階上がるってことですよね。だいぶまずい。さすがのバイブス部長変算、やめてー。命中率上がってる。命中率ならまあいいかな。シャドウクローでしょ。いやー、どうしようかなー。サイキネでいこう。よいしょ、おー、オッケーオッケー、よかった。なんとか倒せました、よかった。結構ギリギリだったかも。強いね、パンチラインは段違い。負けてもあたいはソーファイン。いいね、あんたの魂ビンビン感じたよ。あたいをうならせるとは気骨がある。うん、ジムバッジ持っていきな。あたいのライブ特等席で聴ける権利もついでにどうだい。いただきましょう。はい、フリッツジムクリア。最後のジムバッジもゲットですよ。ジムバッジ8つ持ってりゃどんなポケモンでも捕まえられるし、しっかり言うことも聞くよ。ラップで興奮、いい気分だ。もう一つおまけにプレゼントだよ。あ、シャドーボールありがとうございます。めっちゃ嬉しいです、めっちゃ嬉しいです。まだまだ聞かせ足りないね。用事が終わったらまた来な。今度はラップバトルでもいいさね。グッドな冒険応援するよ。バイバイベイビー。ちゅちゅちゃん、ジヘッド、よかったね。嬉しい、最高。心配してないとか言ったけど、やっぱりドキドキしちゃった。さすがは秩序さん、輝かしい試合でした。うん、ジム全制覇、本当にお疲れ様。おつありがとう。これでついに、ええ、ジムバッジを8つ集められた今、あなたはポケモンリーグに挑む資格を得られました。チャンピオンネモと同じチャンピオンランクになるために、ぜひポケモンリーグでチャンピオンテストに挑戦してください。チャンピオンテスト、早くお揃いになってお揃い勝負しよう、しよう。ちずちゃがリーグに挑んでいる間、ポケモンの技の組み合わせ全パターン見を直さないと。
それじゃちゃちゃちゃ頑張って、私も頑張る。あんなにはしゃいでる彼女は珍しいんですよ。あなたの前ではいつもなのでしょうけど、いつもです。才能をぶつけ合える友の存在が嬉しくて仕方ないのでしょう。好敵手と競い合い、初めて到達できる強さ、私も楽しみにお待ちしております。ではまたテーブルシティ北西のポケモンリーグにてお会いしましょう。テーブルシティの北西。それでは今回はこの辺りで終了させていただきます。次回は四天王に挑みたいと思います。次の動画でお会いしましょう。またね。